一体どうすればいいんだ。はあ、瀬野先輩がいてくれたら。何かあったのか。あ、ご心配ありがとうございます。お二人は。なるほど、では先輩のお友達ですね。別に秘密というわけではありませんので、せっかくのお気遣いにお答えしてお話ししますね。私の名はナビル、教練員のマハマトラです。最近缶詰知識の密輸事件が起きているというのに、マハマトラは人手不足で。え、マハマトラって人手不足なのか。ええ、肝心の大マハマトラの瀬野先輩はこのところどこにいらっしゃるのかもわからないし、いきなりこんな規模の事件が起こってしまうと、私たちだけで調査するのは厳しいのです。内輪で相談したところ、この密輸事件の深刻さを考慮し、マハマトラ以外の人物にも協力してもらい調査を行うことになりました。お二人とも、もしお時間があるようでしたら、どうかご協力いただけないでしょうか。いいぜ、そこまで言われちゃな。最近市場では出所不明の缶詰知識が急増しています。その裏には完全な密輸ルートが隠されていると我々は推測しています。一部の学者の研究によれば、缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招くようです。しかし人々はまだそのことを認識していません。また危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります。噂の真偽に関わらず、密輸ルートの徹底解明には一刻の猶予もありません。現在の調べによると、スメールシティの外で缶詰知識を売っている者たちがいるようです。そちらの調査をぜひ依頼したいのですが。わかった、早速出発しようぜ。あら？わめきなさい！穴からおびき出すことができるのね。
お前らか。道理で馴染みのある気配を感じたわけだ。今調査中だから話はまた今度な。ああ、ここ最近缶詰知識の密輸事件が起きているんだが、内情は複雑で危険らしい。たまたま情報が入ったからここまで追ってきたんだ。奇遇だな。オイラたちもその件で調査しに来たんだぞ。状況はお前たちが思っている以上に面倒かもしれない。すでに何人かの審判を終えたが、得られた情報はごくわずかだった。話せば長くなるんだが、缶詰知識を密かに売ってる場所に関する情報が入ってきた。興味があるならついてくるといい。なんだか複雑そうだけど、まあセドもいるし、なんとなく余裕が出てきた気がするな。さ、行こうぜ。悪い奴らを全員逮捕だ。わめきなさい。結走せよ。見切りました。はあ、第二、言葉なき手がかり。これで全部か？前回よりもだいぶ数が減ったな。そんなことはどうでもいい。買うのか買わないのか早くしろ。最近は取り調べが厳しいから在庫があまりないのさ。もし気に入ったものがあるんなら早く買っといた方がいい。次いつ入荷するかは誰にもわからんからな。教令員の奴らは一体何を考えてるんだろうな。さて、これとそれを積んでもらおう。あとは、いい物はないみたいだな。普通の知識ばっかりだ。まあ、いい、勘定してくれ。15万ボラだ。金を先にもらうぞ。いや、その必要はない。だが人と貨物は残してもらおう。お前はセノ！くそ、しつこい集め。おい、物を捨てて別れて逃げよう。モラも忘れるな。じゃじゃーん、パイモン登場。お前ら逃がさないぞ。仲間？どういうことだ。仲間はいないんじゃなかったのか。まいったな。どっちも手ごわそうだ。どうにか逃げ出す方法はないか。俺らの負けだ。こんな少ない利益に命を懸ける必要なんかない。え、あっさり降参したぞ。前に捕まえた奴らも同じような態度だった。奴らはただの下っ端販売員だから深く関わってるわけじゃないのさ。さて、お前らに聞きたいことは一つだけだ。この缶詰知識どこから仕入れた？仕入れる場所は特に決まってないんだ。上の奴らから一方的に連絡が入るだけで、あとは5日ごとに誰かがブーツを持ってくる。次送ってくるのはいつ？知らんな。
しゃ3日前に物を受け取る予定だったが荷物の影すらないときた。今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さ。それももう残り少ないがな。3日前から貨物をもらえなくなったのは俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろう。おそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ。先ほど逃げようとした時俺に仲間がいないと言ったな。どこからの情報だ？商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ。気をつけろってな。ま、結局捕まったが。てか気をつければ回避できるようなことでもねえだろ。とにかくそういうことだ。相手は俺のことを詳しく知ってて前からずっと姿を隠してきた。外に泳がせているのはただの下っ端。いくら捕まっても問題は解決できない。もし他のルートがあればいいんだが、例えば缶詰知識を売る大商人とか。うん？あ、それってドリー。心当たりがあるのか。合わせてくれ。代わりに審判してやろう。審判？それほどの危険人物、当然野放しにするわけにはいかない。セノとドリーを合わせない方がいいみたいだな。そうか。この二人のことを何とか片付けてまた情報収集しに行こう。何か新しい情報があればキャラバン宿駅で俺を探すがいい。それとお前、二度と缶詰知識を買うんじゃない。まだ使ってない缶詰知識があれば速やかに提出しろ。わかってる。し、余計なお世話だ。おい、その態度はなんだ。何か？缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われている。それをあなた方は何が何でも邪魔しようとしてるんだ。こんな便利で都合のいいものを教令員が禁止しようとするのは独占したいからってだけだろ。缶詰知識の潜在的な危険についてはすでに教令員から公表があったはずだ。俺は説教を繰り返すのが好きじゃないし、したってお前は気にもしないだろう。だがこれだけ覚えておけ。お前のこの行為は缶詰知識の密輸をはびこらせるのに加担したと。次また同じようなことがあれば個人名義で審判してやろう。じゃあな旅人パイモン、俺は先に行く。ただの脅しに決まってる。とりあえずドリーに聞きに行こうぜ。あいつならコネも多いし何か知ってるかもしれない。いつもは確かアルカサルザライパレスにいるよな。行ってみようぜ。急がなくてもいいのよ。そんなことがあったんですの？売られなくてよかったですわ。身の隠し場所に頭を悩ませるところでしたの。そう、私も缶詰知識の商売を最近やめましたもの。え、やめたのか？ええ、
近頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし、思い切って足を洗うことにしたんですわ。どうやら無駄足になっちゃったな。まあ無駄足とまでは言えませんわよ。黒幕が誰かは存じ上げませんけれど、秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょ。何しろ私もあの意地汚い連中が少々痛い目に遭ってくれるのを期待していますの。そして早く市場を引き継ぎ、早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろう。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく、様々な知識がいとも簡単に手に入る。このような商品を高く売れるのは当たり前のことですわ。誰もが必要としているわけではなくとも、スメール全体となると需要は決して低くないはずですの。それに生産コストも低い、輸送費に多少お金をかけても十二分に採算の取れる商売ですわ。だったらなんで教練員は缶詰知識の販売を禁止するんだ？複雑な知識が簡単に身につき、頭を動かさずとも知者になれる。とってもいい話に聞こえますでしょう。けれどこの世に代価も払わずメリットばかりを手に入れられるものなんてあるわけございませんよ。学習、思考、実践、知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前準備は不可欠ですわ。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。これには潜在的な問題が少なくとも2つありますわ。まずあなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。つまり間違っていたとしても修正する方法がほとんどありませんの。次に長きにわたって過量の知識を吸収すれば、思考能力は低下し、やがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわ。そんな危ないものなのかよ。確かお前も缶詰知識を使ったよな。どこか具合が悪かったりしないか？もちろん少し使うくらいなら問題ありませんわ。だから前にも売りましたの。薬で病気を治すのと同じように、過剰摂取は毒となりうる。重要なのは使用した回数ですの。あらあら、話が逸れてしまいましたわね。とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。長い目で見れば間違いなくいいことではありませんの。さらに悪いことに、市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると連中の罠にはまりますわよ。私が知る限り、連中の真の目的は缶詰知識を利用して機嫌の庭に関する情報を流すことですの。こちらの方こそ千載一遇の大商売ですわ。機嫌の庭？なんだそれ。伝説によると機嫌の庭はスカーレットキング時代の遺跡で、中の宝物を手にすれば生死の全てを悟ることができるらしいですわ。けれどこれは教令院が明確に禁止している研究ですの。聞いた話では先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、中には機嫌の庭に関連するものもあったそうですわ。この情報を聞いて初めて、市場に溢れている缶詰知識は目くらましに過ぎず、彼らの本当のターゲットはやはり機嫌の庭だったのだと推測できましたの。機嫌の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。研究チームを一刻も早く結成するには缶詰知識を使うのが一番ですわ。オークションを開いたのはまあおそらく民間から興味のある有能な研究者を招きたかったからでしょうね。
それに必ず機嫌の庭を見つけられるとは誰にも保証ができません。ならばオークションで機嫌の庭に関する缶詰知識の値段を上げて、まずは一儲けしておくのも商売として悪くありませんわ。あ、だったら砂漠のオークションに行ってみないか。もしかしたら手がかりが見つかるかもしれないぞ。それがいいですわ。さて、そんなお二人にそろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ。中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよ。あらららら、先ほど言いましたでしょ、物を売るには事前準備が不可欠ってことを。さあ、どんな値をつけようかしら。決まり、各旅行パックはたったの50万もら。なんて割のいい取引でしょう。バイモンの旅行パックはさらに 50% オフで、今なら25万もらでお求めいただけますわよ。高大丈夫ですわ。密輸の件を調べているのはセノでしょ。彼につけておきますわ。すべてが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいまし。あ、直接私のところには来ないでくださいましね。バレてしまいますから。かつての強霊院の大マハマトラとしてさすがに払わないなんてことはないでしょう。キラキラしたモラが、モラが私を手招きしていますわ。うん、早く行こうぜ。このままだとモラがすっからかんになっちゃう気がするぞ。セノ、情報を手に入れたぞ。奴らの本当の目的は機嫌の庭だったんだ。あいつら砂漠でオークションを開催して機嫌の庭の缶詰知識を売ろうとしてるぞ。機嫌の庭、情報源は聞かないが信頼できるのか。機嫌の庭にはスカーレットキング時代から残された宝物があると聞いたが、本当か？半分はな。あれはスカーレットキング時代、ある怪しげな教派によって建てられた秘密の場所だ。確かに宝物もあるが、それ以上に未知なる危険が隠されている。これまでの研究資料によれば、機嫌の庭に入るには対価として命を支払う必要があるらしい。どう考えても普通の遺跡じゃない。だから誰にも研究できないよう教霊院は明確に禁止してるんだ。もし黒幕が缶詰知識を利用すれば、確かに研究資料を移動させたり研究者を増やしたりできるだろう。いずれにせよ砂漠に行く価値はあるな。年々減ってはいるが、教霊院や民間にはまだ存在する。何しろ機嫌の庭の宝物を手に入れれば、生死のすべてを理解でき、さらには死者を生き返らせることができるという噂があるからな。多くの人にとって生と死は最大の無念となる。現実離れした噂と知りつつ、それでも幻想を抱き熱狂的に追い求めるんだ。だから機嫌の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。缶詰知識の中の情報がどこから出てきたのかも判断しづらいな。ところでオークションがどこで行われるかは知ってるのか。よし、それじゃあ行ってみよう。だがその前に俺たちについてる尻尾を片付けないとな。尻尾？ああ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば奴らも尻尾を出すはずだ。安心しろ。これくらいのこと
俺が片付ける。お、頼もしいな。けどオイラたちだってただ黙って待ってるつもりなんかないぞ。急がなくてもいいのよ。結霜せよ、粉々よ。よっ、罪人に。待て、砂漠に行くんだろう。忠告しておくが、よく考えてから行った方がいい。お前らは？俺たちが誰であるかは関係ない。重要なのは、やめるのならまだ間に合うと俺に伝言を頼んだ誰かがいるということだ。お前がセノだな。今回の件には複雑な利害関係がある。これ以上詮索すれば、いくら悪名高いお前でも無事に帰れないかもしれないぞ。ところでお前らはこの件とは関係なさそうだが、なぜ自ら災いを招くような真似をする？そうだ、見て見ぬふりなんかできないぞ。なるほどな。だがよく考えてみろ、セノ。お前はただ手柄が欲しいんだろう。もしここで身を引くなら、一歩下がってもいいと雇い主は言った。例えば缶詰知識の商売を減らして、お前の調査がかなり効果的だったことを示すとかな。それだけじゃない、利益をお前に分配してもいい。名声を得られる上、金まで手に入るんだ。断る理由は一つもないだろう。お前の話に乗る理由も思いつかないな。これ以上話しても意味はない。さっさと消えろ。そういうわけにはいかんな。金を受け取った以上、悩み事は解消して差し上げなければ。お前らがどうしても意地を張るって言うなら、ちょっとばかし痛い目にやってもらうまでだ。よっ、遊んであげようか。降伏しろ。それ。やっ、はっ、やっ、せい。無意味な抵抗。それ。はっ、はっ、せい。そこ。はっ、やっ、それ。よっ、やっ。この身で晩鐘を粛清する。断罪の時、罪を償うがいい。審判を下そう。はっ、やっ、はっ。お前ら覚えとけ、セノ。この件に関わり続ければ、数えきれないほどの奴らがちょっかいをかけてくるだろう。その時に後悔しても無駄だからな。引くぞ。いや、その必要はない。捕まえたところで何の情報も聞き出せないだろうし、
罠の可能性もある。すまない、お前らまで危険に巻き込んでしまったな。俺と一緒にいるとお前らまで恨まれてしまうかもしれない。しばらくは特に気をつけてくれ。寝るときも目をつむるんじゃない。いやいや、目はつぶらなきゃ眠れないだろう。そうでもないが、とにかく気をつけた方がいい。傭兵団は失敗すると業界での評判が落ちるから執念深いものが多い。面目を保つため暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。ああ、記憶に新しい。昔ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時は経験不足で、事件が終わったからと気を緩めてしまい、残党の襲撃を受けた。先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。それからはより慎重になったし、用心して寝るようになった。そんなことがあったのか。で、その先輩は無事なのか？手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症はなかった。去年一身上の都合で一般職に転身され、俺がやってるような外の任務はやらなくなったよ。先輩の名はタージ・ラドカニ。人望の厚いマハマトラだった。これから接触することもあるだろう。とにかく危ない橋を渡ってることを自覚しろ。俺はもう慣れているが、やはりお前たちが傷つくところは見たくない。安心しろ、オイラは気合を入れて危険を先に察知しておくから。ああ、心配するな。この状況も長くは続かないだろう。ことが終わったら潜在的な危険も一掃してみせるよ。目標地まではまだまだある。もうちょっと辛抱してくれ。それに周りの環境からするとここはいい休憩場所とは言えない。分かったよ。それにしてもセノは暑くないのか？暑いに決まってるだろ。まあもう慣れたかな。秘訣でもあるのか？おいら、もうダメかも。できるだけ理性を保ったまま気力を維持するんだ。気が緩むと疲れを覚えやすくなってしまうからな。自分の体の限界を脳に判断させずに一歩ずつ歩みを進めるんだ。比較的安全な場所にたどり着いたらまた気を抜いていい。なるほどな。でも安全な場所ってどこだ？ここは結構安全に思えるんだけど。だってほら、砂漠が果てしなく続いてるだけで近くに魔物もいないし。うわー、サソリだ！毒を持ってそうだけど一体どこから来たんだ？
気をつけろ。様子がおかしい。せよ！結霜せよ！兵糧のようにうなれ！ジャッジメント！サソリが出るなんて。普通のサソリじゃない。見ろ、ハサミに番号がある。これは飼育されてる証だ。俺たちがオークションに行くことを望まない者がいる。連中はこいつを使って邪魔しようとしてるんだ。見渡す限りの砂漠、俺たちがやられても知る者はいない。え、油断してなくてよかったぜ。でも一つ気になることがある。砂漠には固定のルートがあるわけじゃないのに、奴らは俺たちが来るのをどうやって。動くな。やっぱりか。奴らはこれをお前につけてたんだ。妙老派が作った小型トラッカーだよ。装着者のおおよその位置がわかる。装置の量産は許可されてないはずだが、どこで手に入れたんだ。まさか妙老派の学者までが片棒を担いでるのか。おかしい。そんなものまであるのか。でもなんでこいつについてたんだ。おそらく傭兵と揉めた時につけられてたんだろう。あの時は混沌としてたからな。無理もないよ。セノが気づいてくれてよかったな。それじゃさっさとそれを捨てちゃおうぜ。いや、もう少しつけたままにしておこう。後で役に立つかもしれない。さてオークションに行こうか。ここで時間を食いすぎると、また別の危険が生じるかもしれない。またこいつらか！どれだけいるんだよ！急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。せい、と。散乱せし罪に言葉なき手がかり。場所で間違いないよな。な、もしかしてちょうど休憩の時間だったか。傭兵を倒した後、俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。誰かから報告が行くことを恐れたからだ。それでも逃げられてしまうとは。おそらく奴らはトラッカーから俺たちの動きを察知し、事前に撤退したんだろう。それじゃあどうすればいいんだ。探す。缶詰知識を全て持っていく余裕はなかったはずだ。残った中から手がかりが見つかるかもしれない。それじゃ気合を入れて探そうぜ。
何かわかったか？特にこれといったものはないみたいだぜ。起源の庭に関する缶詰知識はもともとさほど多くなかったのかもしれない。撤退するときに全部持っていったんだろう。だが心配はいらない。もう一つ方法がある。お前らは来た道を戻り、俺はここに隠れる。しばらくしたらまたここで合流すればいい。収穫はあるはずだ。慌てて撤退したからか、残っている貨物も多い。このままずっと放置するなんてことはありえない。俺たちが離れたのを確認したら、必ず片付けに来る奴がいるはずだ。だからトラッカーをできるだけここから離して、もうここが安全だと誤認させるんだ。なるほど。オイラたちをおとりに、奴らをおびき出す作戦だな。よし、早速出発するから、ここはお前に任せたぞ。安心しろ。もし奴らに来る勇気があれば、必ず引き止めておく。めきなさい。粉々、見切りました。終わりね。撤収、剣に近せいほっやはよせいほっ。宝箱もジャオを穴からおびき出すことができるのね。もいいのよ。痛がってわめきなさい。粉々ふっ、さばきのいかず、いざ。装甲のオン、結装せよ。やっはっはっはっと、せよ。財を得る方法あり。
行かなくてもいいのよ。はあ、疲れたぜ。これだけ離れればもう大丈夫だろう。よっしゃ、ちょっと休憩してからまたセナのところに戻ろうぜ。いい時間じゃないか。オークション会場に戻ろうぜ。セノの方に収穫があるといいな。さっき現れた時、俺は先手を打たずしばらく観察していた。こいつは黒幕じゃないが、ある程度重要な商人のはずだ。そうだろ。さすがは瀬野、察しがいいな。はあ、君がいると分かっていれば目先の利益は貪らなかった。利益を貪る？どういう意味だ？君たちが来ると知って、各地の缶詰知識商人はすぐ逃げ出した。全ての貨物を持っていく余裕はなかったんだ。それらの缶詰知識は元より主なきもの。つまり、誰よりも早く持って帰れば、大儲けできる。まあ、今さら言っても無駄だがな。お前は缶詰知識の製作販売をしている黒幕を知ってるな。俺の手を借りるか、自分で吐くか、決めてもらおう。自分で言うよ。でもその前に、場所を変えてくれないか。ここに残って、君たちと接触しているところを誰かに見られたら、俺だけでなく、身内を危険にさらすことになる。どこならいい？アール村に俺の家がある。そこなら安全だ。いいだろう。旅人、もうトラッカーを外しても大丈夫だ。では行こうか。おい、小賢しい真似はするなよ。俺を買いかぶりすぎなよ。あのセノの恐ろしい目に睨まれちゃ手の施しようがないさ。急がなくてもいいのよ。
急がなくてもいいのよ。
急がなくてもいいのよ。もういいのよ。宝箱もジャオあなたをおびき出すことができるのよ。お客さんなの？
にちは。この子は俺の娘で、市民というんだ。少々人見知りでね。市民、パパはお客さんたちと話があるんだ。いい子だから自分で遊んでいなさい。ま、わかった。さて、この業界でセノの名を知らない者はいない。で、お二人は？オイラはパイモン。こいつは旅人だ。正直、単独行動ばかりしているセノにも仲間がいるなんて思っても見なかったよ。だからトラッカーが離れたのを見て、セノが何も手に入れず帰ったと確信したんだ。だが、たとえ囚われの身でも、俺は君たちを説得したい。調査はここまでだ。これ以上深掘りしない方がいい。なぜだ？制作、販売、利益の割り振り、各作業には数十人から百人単位の者が関わっている。みんな高い利益を得るために集まってきたんだ。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために、誰もが全力を尽くすだろう。いくら君でも必ず壁にぶつかる。それに、もし成功したとしても、君に感謝する人は誰一人いない。君自身も悲しむことになるだろう。何のためにそこまで一生懸命やったのかと。それについて文句はない。誰しも自分のこだわりがあるものだ。はあ、パパ、これお茶、お客さんのも。ああ、お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。ありがとうな。大丈夫、そのうちのお茶は苦いでしょ。だからパパからもらったキャンディを入れたの。少しは飲みやすくなるかも。本当にいい子だ。キャンディはまだあるかい？ないならまた今度買ってあげよう。ありがとうパパ。それじゃ休んでくるね。関わる人は高い利益を得る、そう言ったな。だがとてもそうは見えない。実は個人的なお願いがあって、それを君たちに相談したかったんだ。娘は生まれた時から難病に悩まされてきた。心臓や肺が普通の子供より弱くてね。ちょっと激しい運動をしただけで意識を失い、命に危険が及ぶんだ。だからあの子には小さな頃から遊び相手がいなかった。一日中部屋に閉じこもって、かかり続ける薬代の負担もなかなかのものさ。俺はもともとはただの一般商人だったんだ。朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが、稼いだ金では全然足りなかった。日に日に弱っていくあの子を、ただ見ていることしかできなかった。だがある日、ある人が金儲けの道を示してくれたんだ。それが缶詰知識の商売か。そうだ。おかげで俺は大金を手に入れ、やっとあの子の治療をちゃんと始めることができたんだ。元気になっていく姿を見て、俺は誰よりも幸せだと思った。俺のようなものは他にもたくさんいる。缶詰知識の密輸は君たちにとっては許せないことかもしれないが、俺たちにとっては生きるための手段なんだ。こんな話をしたのは、ただこれをお願いしたかったからだ。調査をやめてくれ、瀬野様。どうか俺たちに生きる道を残してくれ。そんな、つまりオイラたちが缶詰知識の販売を禁止したら、あの女の子は。それでも俺は真相を突き止めなきゃならない。あの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、缶詰知識の密輸に目をつむることは決してできない。それとこれとは話が別だ。そう言うだろうと思ってた。だが君の言葉をもらっただけでもう十分だ。どうしても調べたいのなら、
家の奥を探してくれていい。つい最近仕入れた貨物が置いてある。それを見ればわかるだろう。うわ、こんなにたくさんあるのかよ。これだけの箱が整然と並んでいるとはな。しかもたった一人の商人の拠点に過ぎないのに、この数、小さな工房じゃ到底生産できない。まさか本当に強霊院が。いや、これほど大量の貨物が市場に流されているのに審査しないはずがない。なあ、ここら辺の缶詰知識なんだか違うぞ。もしかしてこれが起源の庭を記録した缶詰知識なのか。ああ、おそらくそうだ。待て、これは、これはマハマトラの検閲用の印象だ。この印があれば貨物が検査を通過したという証になる。トラッカーを見つけた時、強霊院の誰かが関わっているのではと疑ったが、あれだけの数の缶詰知識を強霊院から送り出す方法がわからなかった。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は二次審査を通さずとも強霊院の出入りが自由になる。だから深掘りさせたくなかったんだな。信じられない。規則を破ったのはマハマトラ自身とはな。なあ、一つ頼んでいいか。これらの缶詰知識は強霊院から出たものだ。起源の庭に関する知識は強霊院に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない。資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に強霊院は行けない。警戒させるだけだからな。この件、お前に調査を頼めないか。ナビルに手紙を書いて資料室まで案内させる。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。黒幕の手がかりは強霊院を指しているが、明らかに強霊院以外の勢力が関わってる。バーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。俺はここに残って事前準備をするから、何か見つけたらいつでもここに帰ってきてくれ。強霊院を調査なんかしたらすぐあいつらの耳に入るぞ。遅かれ早かれ、奴らはきっと俺と俺の娘を見つけ出す。心配するな。その前に俺が奴らを探し出す。安心できないのなら知ってる参加者を吐いてくれ。手がかりが増えるほどお前たちも安全になる。はあ、分かったよ。急がなくてもいいのよ。こんにちは。またお会いしましたね。調査の進捗はいかがでしょうか。ああ、本当に瀬野先輩に会えたなんて。先輩の方はいかがでしたか。手紙を読み終わりました。こんなことになっていたとは。すみません、これほど危険なことだと知っていたら最初からあなたたちを巻き込んではいませんでした。平気平気、オイラたちもセナの力になりたいんだ。
先輩があなたたちのことを信頼しているのがわかります。何しろ資料室に封印されているのはただの研究資料だけじゃない。基本的に禁止されている危険な研究ばかりですから、私ですら普段は自由に出入りする権利を与えられてないんです。もちろん瀬野先輩の紹介状があれば問題ありませんが。そうです、教令院では学術に関しては比較的縛りが緩く、あらゆる研究を奨励しています。ですが研究の中にはあまりにも危険でマハマトラが介入して止めなければならないものもあるんです。研究が廃止されればその研究資料の大半は廃棄されることになります。しかし後世への警告のために記録は残します。だから今でも一部の資料は秘密の資料室に保管され、専任の者が管理してるんです。さあ案内しますので行きましょう。瀬野先輩が探している答えがあればいいんですが。秘密の資料室って危ないものがたくさんあるような気が気をつけような。よっ、急がなくてもいいのよ。はい、かしこまりました。瀬野が紹介してくれたものであれば信頼に値します。起源の庭に関する研究資料を好きなだけ調べてください。何か不明点があればお気軽にどうぞ。ただ他の研究資料に関してはあまり見ないでおくことをお勧めします。知りすぎるのも良くないですからね。資料室の内部はこんな感じだったのですね。おかげで一緒に見識を広めることができました。教令院には口の固い人が多いです。でも何があっても秘密を守ると思わせてくれる人は少ない。瀬野はその一人です。今は教令院にいませんが、私は彼を信頼していますし、彼が紹介してくる人も当然信頼しています。さあ研究資料はあそこです。速やかにご確認を。瀬野の昔の相棒？ああ、タージ・ラドカニのことですね。あなたたちの勘はなかなか鋭い。実はムルタダ・ラドカニはタージの一人息子なんです。なんですって？タージ先輩の息子さんは起源の庭の研究で投獄されたんですか？なんでそんなに驚くんだよ。お前マハマトラじゃなかったのか？いや、当時は秘密逮捕で事情は公開されていませんでしたので。タージ先輩のお子さんが逮捕されて投獄されたことは知っていましたが、私どころか
瀬野先輩だってこの件を知らないはずですよ。いえ、それは叶いません。東国から間もなくムルタダは監獄で自分の命を絶ってしまいましたから。タージのことはお耳に入ったんでしょう。特にナビルはいろいろ聞いてるはずだ。マハマトラの中でタージを知らない者はいません。彼はもう50近くになりますかね。まあ一番経験豊富なマハマトラの一人でしょうね。素直で潔白で数々の功績を残し、昔から熱い人望を集めてきた人物です。それに彼はセノの唯一の相棒でした。セノと同じく槍術に優れていて、二人は任務遂行の合間に何度も手合わせしていました。ええ、私もセノ先輩から聞いたことがあります。でもある日タージ先輩は無限に続く戦いから身を引き事務職に移られて。あ、もしかしてムルタダのことと関係があったのですか。ムルタダ・ラドカニが生まれた頃、タージはすでに名を馳せていました。ですからムルタダが教練院で学んでいた時、周囲の人々は常に彼に最高の基準を求め、大きなプレッシャーを与え続けたんです。親子が仲違いしたこともありましたが、最終的には和解しました。しかし残念なことに、和解から間もなくムルタダが教練院の禁令を無視して起源の庭を研究していることがバレてしまいまして、タージは自ら彼を拘束し監獄に入れました。ムルタダはひざまずいて許しを乞いましたが、タージは全く応じず、その後間もなくムルタダは割れたお椀のかけらで自分の首を切り、タージが牢に駆けつけた時にはすでに手遅れでした。彼は息子の最後を見届けることすらできなかったんです。その後タージは時々資料室にやってきては、暗い顔でムルタダの研究資料をさすっていました。彼が事務職に転身したのもショックを受けたからでしょうね。まさかそんなことがあったなんて。タージ先輩は誰にも言わずにきっと苦しんできたんですね。うん、なんだかオイラまで悲しくなってきたぞ。お前はどう思う？待ってください。まさかタージ先輩を疑っているのですか？それはありえません。タージ先輩は身分も高いですから、起源の庭に接触するチャンスもありますが、だってタージ先輩ですよ。あの人がルールを破るようなことをするなんて絶対にありえません。もし缶詰知識が教練員から漏れていたと仮定するならば、タージは確かに疑わしいですね。ここしばらくで起源の庭に関する研究資料を確認しに来たのはタージだけですから。起源の庭に関する資料の内容は複雑で数が多い。当時7人の学者が逮捕投獄されましたが、研究を再開することは容易ではないでしょう。資料の意味を理解するだけでも大変なことですから。でも缶詰知識にしてしまうなら話は別です。すぐ習得できるし、教練員以外のところでも密かに研究を再開できます。だとしても、噂に聞く限り起源の庭の宝物は人の生死を掌握し、死者さえも生き返らせる力を与えてくれるんでしょ。彼はそれを使ってムルタダを蘇らせたいのかもしれません。私自身もタージがこのようなことをするとは思っていません。私は知っている限りの手がかりを提供しただけです。真実を突き止め犯人を捕まえるのはあなたたちマハマトラの仕事です。他に聞きたいことはありますか？なければお帰りください。おいら頭がコラコラしてる。どうすればいいんだ？あ、そういえば缶詰知識は教練員から出たと瀬野先輩はそう思っているでしょう。もし本当にそれだけの箱があれば、誰も気づいてないことはないはずです。教練員の入り口にいる人たちに聞けば何かわかるかもしれません。安心してください、タージ先輩。
必ずあなたの汚名を返上してみせます。よし、それじゃあ情報を集めに行こうぜ。すみません、最近大量の貨物が教令院を出入りするのを見かけませんでしたか？どういうことですか？教令院にはいつも大量の貨物が出入りしていますけど、食材に原料、実験装置など毎日多くのものが消費されています。適宜補充しないといけませんから。マハマトラが押した印象付きのやつを探してるんだ。見たことないか？その辺は何とも。普段わざわざ印象がついてるかどうかなんて見ませんし、他の人に聞いてみてください。急がなくてもいいのよ。すみません、最近大量の貨物が教令院を出入りするのを見かけませんでしたか？記憶にないな。他を当たってくれ。すみません、最近大量の貨物が教令院を出入りするのを見かけませんでしたか？何かあったんです？いや、異常あるかどうかを確認したいだけです。異常はなさそうですがね。強いて言えば、確かに気になったことが。妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよ。毎回少なくとも数十個は大きな箱を積んでて、何のものかと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ。前から妙論派はよく捨てる機械を旅商人に売っていましたから、その時は気にも留めませんでした。でも最近出入りの回数があまりにも多いんですよね。廃棄されたパーツとか、前はそれほど多くなかったんですけど。疑わなかったのですか？そういう場合は普通貨物を調べてみるでしょう。いや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから、普通は調べないでしょう。もちろん偽造って可能性も疑いましたが、それでどうなったと思います？この貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって、あのタージ様が直々に伝えに来たんですよ。まさかタージ様が偽造したってことはないでしょう。そんなはずありません。きっとどこかが間違っているんです。タージ先輩は決してそういうことは。いいえ、だってありえません。タージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです。誰かが彼を陥れようとしてるに決まってます。少し待っていてください。タージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので、会わせてもらえるようお願いしてみます。はあ、僕もタージ先輩に連絡がつかないって言ってるのに。昨日エルマイト旅団の人が何人か来て、タージ先輩は執務室で彼らを出迎えたんです。ドアの外に立っていると、かすかに見つけたというような会話が漏れ聞こえました。そしたら執務室のドアが開いたんです。エルマイト旅団の服に着替えたタージ先輩が連中と一緒に出ていくのを見ました。そのまま先輩は今日も出勤していません。僕も変だなって思ってますよ。先輩に会いたいんだったら先輩の家に行けばいいんじゃないですか？スメールの郊外にお住まいですよ。エルマイト旅団、やっぱりタージが缶詰知識を作ったやつだったのか？そんなはずが。タージ先輩はセノ先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ。彼がそれをやるなんて。そうですね、
そうするしかありません。そんなに落ち込むなよ。きっと真相を突き止めるからな。ここがタージ先輩の家ですか。誰もいないみたいですね。どうするんだ。このまま侵入するか。いや、待ってください。鍵が開いてますよ。もしかして慌てて出かけたから閉めるのを忘れたんでしょうか。そういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよね。このまま入るのはあまり良くない気が。そうですね。今調査命令を出したとしても早くて明日からしか適用されないでしょう。急を要する事態ですし、タージ先輩も分かってくれますよね。これは名前がたくさん書いてある紙と地図か。ナビル、何か分かったか。これは確かにタージ先輩の筆跡です。紙は帳簿のようですが、この内容は先輩と多くの人との取引が記録されています。帳簿から見ればこの密輸事件の規模はとんでもない大きさのようです。関わっている者は300名以上。身分のある名士だけでも数十人はいます。学者だけではなく商人、傭兵たちも。瀬野先輩はまだ相手の大きさを知らないでしょう。これほど巨大な組織を相手に一人ではとても太刀打ちできません。そうですね。瀬野先輩はいつもそんな感じです。地図は起源の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩に渡して先輩に判断してもらいましょう。もしタージ先輩が本当に自らの立場を裏切り許されないことをしたのだとすれば、おそらく今は起源の庭にいらっしゃるでしょう。先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。瀬野先輩なら何か見抜けるかもしれません。これを早く瀬野に見せに行こうぜ。確かに長い間あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない真っ当な人物だった。それじゃあ瀬野はあいつが犯人と思うか。わからない。ムルタタの剣があいつにどれほどの影響を与えたのか俺には想像もできないよ。人は変わるものだ。俺にもそれを否定できない。子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか、俺たちは自分の目で確かめるしかない。そう、いずれにせよあいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず報告を怠ったことは紛れもない事実だ。だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて審判してやる。さあ先を急ごう。
行こうか。何か用で。あら？起源の庭なんだよな。本当に宝物はあるのか？緊張してきたぞ。危ないことなんか起きないよな。心配するな。俺がお前たちの安全を守る。いざ。降伏しろ。タッ！
見ろ、壁がひび割れてるぞ。ここで喧嘩でもしたのか。先に進もうぜ。そこ逃げ場はないぞ。判決からは逃れられない。そこ罪を償うがいい。久しぶりだな、セノ。最近どうだ？ここに現れたということは、ほぼ調べ終わったということだろう。思ったより早かったな。新たな相棒のおかげか？ああ。調査はほぼ終わった。だが、一番重要なことにはまだ答えがない。お前がやったのか？缶詰知識の密輸に。起源の庭の研究。そうだ、俺がやった。なぜこんなこと。そりゃ何とも答えづらい問題だな。俺は変わったと思ってくれればいい。臆病になり、利己的になり、自分のために利益を確保したくなったのさ。俺はお前がそうなるとは思いもしなかった。そうか。人は皆最後にはこのざまだと思うがな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが年を重ねるにつれて慎重になった。多くのことが間違ってると分かっていても、みんな見て見ぬふりをする。俺も同じだ。以前の俺ならば、自分のしたことを疑うことなど決してなかった。だがムルタダが死んでから、自分がしがみついていた正義が徐々に崩れていくのを感じた。何事にも一生懸命取り組んできたのに、気づけば老後は一人だ。
生きることも死ぬこともできない。その辛さを想像できるか。ムルタダを投獄し、俺を追い詰めたのは俺自身だ。あの子は死ぬまで俺を憎み、俺は今も痛みと後悔を抱えながら生きてる。俺は父親失格だ。だが今、その後悔を取り返し再会するチャンスが俺の目の前にはある。それが起源の庭だ。ここには生死を覆すほどの力があり、死者を生き返らせることもできる。欲しいものは手に入ったか。ふん。後ろの扉を見ろ。宝物はその扉のすぐ向こうさ。もう少しなんだ、セノ。君はこんな時に来るべきじゃなかった。君が来るのがもう少し遅ければ。もしなんてことがそんなにあるわけがない。起きたことを変えることはできないし、死者を生き返らせる方法などありえない。宝物なんて言われるが、所詮は噂に過ぎないんだ。そんなに自信があるなら扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。開ければ取り返しのつかないことになる。元相棒として最後の願いも叶えてくれないというのか。君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことをさばいても、周りの人々はどんどん離れていくだけさ。俺が最高の例じゃないか。そんなことまで考えていない。もし原則を守る道が一つしかないのならば、俺は最後までそれに従って歩んでいく。これ以上話しても無駄か。まあいい。君の槍術の腕が上がったかどうか、お手並み拝見といこう。この力、乾くしてもらおう。はっ、捕まえた。わめきなさい、結霜せよ、剣に誓う。ここより、弱滅の時、トゥッ。せっかく、せっかく、せっ。その力、どうだ、前とは違うだろう。起源の庭に入った時、新たな力を手に入れたんだ。だがこれはまだあくまでも一部に過ぎない。後ろの扉を開けば完全なる力を獲得し、生死を超えられる。まずい、あいつを止めないと。そうはさせない。それはどうだろうか。君も傷を負ってるし、俺を止めるのは決して簡単なことじゃない。大体命を懸けて代償を支払う覚悟はあるのかな。そんなことは関係ない。最初に組んだ時、君も同じように前に進もうと必死だったな。あれからだいぶ経つのに、君は相変わらずだ。お前もな。リストと地図を置いていたのはわざとだろう。俺たちがここにたどり着けるように。さっきのだって演技だろ。その格好でリストに書いてあった連中は騙せただろうが、俺は騙せないよ。最初は怪しいと思う程度だったが、手合わせで確信した。分別がつかなくなっているなら、槍術だって以前のままであるわけがない。え？どういうことだ？最初からその扉を開くつもりなんてなかったんだ。こいつの真の目的は。うわあ！でっかい音がしたぞ！何があったんだ？時間があまりないようだ。手短に話そう。ムルタダが亡くなってから、俺は長い間落ち込んでいた。現実は悪夢で、目が覚めたら
またあの子の見慣れた笑顔が見られるといつも願っていた。そんな時、秘伝の庭を探すために俺の力を求める者が現れたんだ。経歴を調べたら巨大な組織が背後にいることが分かった。各業界から来た人たちは欲望に駆られ、数えきれないほどのお金をつぎ込んで密かに研究をしていた。起源の庭を権限させようと命を捧げたこともあった。道理で起源の庭に関する研究を禁止しても次から次に見つかるわけだ。背後に手引きしてるやつがいるんだな。俺は頑固な石じゃない。当然迷ったよ。ムルタダが戻ってくることを期待しながら、理性がそうしてはいけないと叫んだ。苦悩に苛まれていた時、ふとある考えが浮かんだ。起源の庭、人の心を惑わすこの場所は数百年も昔から悲劇を生み続けてきた。この場所が存在する限り、ムルタダのようにそれを求めたばかりに代償を払う者はこの先何世代も続くだろう。だから流砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ。起源の庭がなくなればそれに執着する人もいなくなるはずだ。そうだ、信仰が崩れ去ったように見せかけたのは、奴らが何の疑いもなく俺と手を組むようにだ。それを利用し起源の庭を探し出して破壊しようと思った。だがそれで終わりじゃない。その組織を審判する信頼できる者を探す必要がある。教令院は起源の庭に関する研究を禁止してるから、俺の計画を初めから認めてくれないだろう。それに組織の勢力はかなり大きい。教令院の中にも奴らの仲間がいる。手っ取り早く奴らを取り除くには教令院だけに頼るわけにはいかなかったんだ。だから黒幕のふりをして俺の心を試したのか。すまなかった。だが安心したよ。君は人当たりの良い人になっちゃいなかった。相変わらず大胆不敵で誰にも屈せずにいるとはね。ここはもうすぐ崩壊する。君たち早くここから離れなさい。待て、お前は行かないのか。外にはまだ捕まえなければならない悪い奴がたくさんいるんだぞ。こいつはもうここを離れられない。生の気配がほとんどない。まるで燃え尽きたろうそくのように。この計画を考え始めた時からこうなると分かってたんだろう。裏切り者として扱われる危険を冒して奴らと手を組み、自分の命と引き換えに起源の庭の扉を開き破壊する。缶詰知識の流通に目をつむったり、起源の庭を研究したり、どれも立派な重罪さ。俺が下す最後の審判だと思ってくれればいい。それにいつも仕事に追われてムルタダの願いを叶えてやったことは一度もなかった。起源の庭を見つけるのはあの子の最大の願いだった。ここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろう。リストに載ってる奴らについては君に任せたぞ。とんでもない迷惑を残すことになってすまない。何を言ってる。俺たちは相棒だろ。ムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれ。さあ行こう。パパ、どうしてみんな僕に厳しいの？一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。
父さんの評判を落とすようなことはしないから。わかった、和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。起源の庭。タージの言っていた通り、起源の庭は多くの災難と悲劇を生んでいた。流砂に埋もれるのはあるべき結末だろう。起源の庭だろうが、他のことだろうが、利益さえあれば奴らは教令院の禁令を気にも留めない。危険な研究を利用して高い利益を得るのが奴らの目的だ。今回はタージにやられたが、また新たな餌を探すだろう。だがそのチャンスは二度と与えない。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。だがもう十分やってもらったよ。残りは俺に任せてくれればいい。自分の手で奴らを裁きたいんだ。それとおまけに潜在的な危険も一掃してみせるよ。それじゃ決まりだな。4日後、キャラバン宿駅で待っててくれ。またお会いしましたね。この度の件は本当にありがとうございました。ナビル、どうしてお前がここに？砂漠から移送されてきた犯罪者たちはまずキャラバン宿駅を通るので、私はここでそれを管理しているんです。これが最後ですので、移送が終わり次第また教令院に戻ります。それはもう手に汗握る数日間でしたよ。なんとかやっと事件の幕が降りてよかったです。はじめリストに載っていたいくつかの傭兵団は共倒れ覚悟で様々な襲撃を仕掛けてきて真実を隠蔽しようとしました。でも誰かが砂漠を横断し、一晩で彼らの拠点を一掃したと聞きました。その後リストに載っていた他の人々も教令院の幹部たちに圧力をかけ始めてパニックに陥り、事件の調査が一時的に滞りました。それでそれで？そこにタージ先輩が犠牲になったという知らせが入り、みんなの感情が一瞬にして爆発したんです。それをきっかけにマハマトラたちは力を合わせて内部を粛清し、リストに載っている全ての学者を逮捕しました。教令院から逃げ出した者もいましたが、逮捕される運命を変えられはしませんでした。スメール各地に散らばった者たちは全員傭兵団を潰した謎の人物に身柄を拘束されたというわけです。聞いた話によると、あと少しでフォンテーヌへ逃げ出せたという者までが国境近くで連れ戻されたらしいですよ。300名以上が投獄され、尋問された衝撃はまさに皆を震撼させました。これで事件は終わったんだろ？みんな捕まえたから缶詰知識を密輸する奴もいなくなったし、つまり
もう被害者は現れないってことだ。大変だったけど、なんだかすごく立派なことをやり遂げたような気分だな。全くおっしゃる通りです。本当に助かりました。それに謎のものはきっと瀬野先輩ですよね。私の知る限りこんなことができるのは先輩だけですから。そういえば最近も瀬野先輩と連絡は取っていらっしゃいますか？先ほど見張り中、先輩に似た後ろ姿を見て、知らない人と一緒に歩いていたようですが、あっという間にどこかに行ってしまわれて。もし瀬野先輩を見かけたらよろしくお伝えください。分かったぞ。ナビルも悪い奴を逃がさないよう気をつけろよな。ええ、ご安心を。また今後も何かあればいつでも教令員に会いに来てくださいね。それでは私はこれで。一人で300人以上を裁くなんて神にでもなったつもり？いずれにせよ最適な方法だったとは言えないな。分かってる。だが尋問するときに思っても見なかったことを知った。ムルタダ・ラドカニが起源の庭に興味を持つようになったのは誰かに惑わされたからだったんだ。ムルタダは常に父親の陰に生きていたから、周りを驚かせるような研究をしたくなったのも無理はない。そしてムルタダが亡くなった後、奴らはタージの子に対する罪悪感を利用し再び引き込もうとした。人の心をもてあそび命をないがしろにし、利益のためなら何だってすることに腹が立ったんだ。そうだね、僕にもわかるよ。さあ、これは最近開発した植物トラップだ。いくつか君にあげるよ。今度こういうことに遭遇した時に使えるかも。トラップを土に落とすと急速に成長して麻痺効果のある花粉を撒き散らす。僕は普段滅多に使わないし、君にあげたらデータもより効率的に集まるかもね。セナ、ティナリー、ナビルが見たのはティナリだったのか。お前もセナに用事か？そうだよ。セノに頼まれて、市民って女の子の病気を治すために薬草を集めてきたんだ。ついでにこいつの怪我の様子も見に来た。体の方は大丈夫だけど、ただ前よりもっと寂しそうだね。そんな部長面をしてないで基地性召喚でもやりまくったら？コレイはもともと君をちょっと怖がってるけど、そんな顔してちゃますます話せなくなると思うよ。コレイは最近どうしてる？少し背が伸びたよ。成績はまあまあかな。この間のテストでは事前に大事なところをマークしておいてあげたにもかかわらず、何箇所かミスしちゃってた。体の方は最近だいぶ良くなってきたから散歩させようと思ってる。ちょうどコレイに任せたいこともあるしね。え？コレイがアビリアの森を離れるのか？何があったんだ？臨時講座を開いて缶詰知識の危険性をコレイからみんなに伝えてもらいたいんだ。ついでに安全な使い方についても議論してもらおうと思ってね。今回の密輸事件の犯人たちは逮捕されたけど、一般人の缶詰知識に対する好奇心や欲求は未だに残ってる。だからコレイにできる限りの普及活動をしてもらいたい。いざとなったら彼女の安全は君たちに任せるよ。もちろん。それじゃ僕はこれで。何かあったらみんな気軽にアビディアの森に来てくれ。裏でお前らに手を出そうとしていた連中は全て捕まえた。たとえ残党がいたとしても、そいつらはお前たちがこの事件に関わっていたことを知らないはずだ。これで少しは安心しただろう。セノはどうするんだ？まだ俺の休む時じゃない。死者の願いは叶った。
聖者は前に進まないと。ここ数日、タージが起源の庭で言ったことをよく考えてみたんだ。人は変わるもの。どんな信仰も時間の侵食には勝てないってな。俺はその言葉にも一理あると思う。だが俺はできればもっと緩やかに変化したい。少しでも長く今の俺のまま先まで行きたいと、そう思うんだ。そうすれば俺のことを先輩だと言ってくれるやつも、俺の後ろを歩く人も、俺から勇気をもらえるだろう。昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように。心配するな。今こうして話してるだろ。たまにこうやって話せばそれだけで俺も楽になるさ。タージに弔意を表するために砂漠に行きたがる者もいるが、起源の庭が沈んだ位置を知られないよう詳しいことは教えてないんだ。もしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら、起源の庭のあった場所に一緒に植えに行こう。